チャオーミサニックです。皆様新年明けましておめでとうございます。はい、始まりましたね。今年辰年ですね。はい、去年俺ちょっとイノシシ年とか言っちゃってたかもしれないけど、ちょっとイノシシハンターの方と間違ってお会いしたんで、間違ってイノシシ年とか言っちゃってて恥ずかしいなと思いながら辰年迎えました。皆さんどんな新年、どんな年にしようと思ってるのかなと思いまして、急遽動画アップしております。どうもです。バレちゃいましたか。はい、ニックメガネを忘れまして、今ねちょっとゆったりと温泉に浸かって今年を一年スタートさせたいなと思って、今ここ自分のね客室室内にある露天風呂からお届けしております。急遽ねちょっとそこからお届けしておりますけども、こんな感じで雪景色もね、結構雪の景色がすごいから結構のどかだなと思って、温泉って何がいいかってさ、大浴場で入ったり、ここの客室露天風呂を室内でねゆっくりとこういった、まあこれノンアルコールのビールだけど飲んだりとかしながらゆっくりできることとか、あとちょっと街の方に行ったりして買い物もできたりとか、温泉旅行の何がいいかってやっぱりあれですよね、ゲームの RPG じゃないけど何してもいいっていうところが楽しいですよね。うん、だからどんどん旅行とか増やしたりしたいなと思います。今日この頃です。うん、でニックはそうだね、ちょっと今眼鏡忘れちゃったから書いてるのバレちゃったので、この後は大浴場に行ってね、これ綺麗に落として、じゃあやろうかなと思ってます。うん、でその後ちょっと明日ねチェックアウトするんだけど、その後すぐバザーがここの地域でのバザーをすることになってるんで、もうひたすら夜のねディナーまでどんな商品を売ろうかなとか、どんなお客様がいらっしゃるのかなとか分析とかして、この商品が一番買い手が多いんじゃないかとか、そういうことをいっぱい考える一日にしたいなと思います。ただこの後大浴場でメガネのこの書いたやつ落として、あとずっとシンキングタイムにすると思う。うん、みんなそれぞれのシンキングタイムとか楽しみ方、旅館の楽しみ方とかあるから、みんな多分買い物行ったりとかお土産買ったりする人もいると思うしね、いろんなパターンがあって楽しいよね。十人十色というかね、そんなところが一番楽しいなっていう、みんな充実していったらいいなと思いますよね。うん、シンキングタイムの前にちょっと急遽動画アップさせていただいてますけど、皆さん今年も辰年も、もうほんと辰年もよろしくお願いします。去年のうさぎ年の時はもうほんとみんなのおかげで元気もらえたし、うん、今年もどんどん元気に楽しくなっていこうね。あ、昨日の夜大浴場ですごい面白い人と出会えて、それも一つの旅行の一つだなと思って、多分関西人の方なのかな、大浴場で70代ぐらいのちょっとおじいさまというかちょっと分かんないけど、方がミスターの肉はんちゃいますのってなって、あはいってなって、グラサンつけてへんからあんま分からんかったみたいな言われて、あ、そうでした、すいません、今日忘れちゃったんですみたいな、すごいなんか気さくな話をしながら、うん、来年も頑張ってやみたいな感じの言い方してされててね、あ、この人、あ、もしかして関西の方ですか、あ、弱かったのみたいな感じで、うん、関西からこっちの温泉旅館来とんねんっていうことを教えてくれて、その後もね、まあいろんなどっかの社長さんだったみたいなんだけどね、それはまあちょっとここでは言えないですけど、うん、すごいお偉いさんとお話しさせていただいて、うん、貴重な経験できたのも旅行の一つかなと。うん、だからその関西の方っていうか、俺までちょっと関西弁だ、関西の方にと会ったりとか、また今日はディナーまでシンキングタイムだけど、ちょっと誰かね、その辺のこの後の大浴場とかでも誰かと出会うかもしれないし、そういったこと考えるだけで楽しいよね。だからみんなもどんどん明るく元気に今年もね1年、あ、どうも金谷さん、明けましておめでとうございます。はいはい、あ、どうもグーニーズさん、あ、グーニーズさん明けましておめでとうございます。その後いかがですか。あ、ロベルトさん、うがいごっぷのロベルトさん、その節はお世話になりました。ちょっと急遽ね、尺の長めで出しちゃってるのかな、第何話、16話か、16話新年一発です。
けども、今年もいっぱいアルカルト動画とか出していきたいなと思ってますんで、そういったことを思ってるんで、今年もよろしくお願いしたいなと思います。ちょっと取り留めのない動画になってしまったけど、この雪景色とかね見せたかったんでね。あ、これでちょるちょるちょるってなって、あ、しまった、あ、どっか行っちゃった。お、ノンアルコールビールよ、戻っといでやって感じでお送りいたしました。今年も一年よろしくお願いします。じゃあ急遽大浴場行ってこれ落としてくるんでね、みんなもそれぞれのお正月新年迎えてください。あ、数の子食べに行こう今日の動画はお口に合いましたでしょうか。お口に合ってくれたら嬉しいです。じゃあ肉はちょっとこの後ね数の子食べてきます。あとシンキングタイムか。じゃあね、チャオー。